ダイハツハイゼットカーゴトヨタピクシス版ピクシス版は、トヨタ自動車で販売される軽商用車である。ダイハツハイゼットカーゴの OEM 版にあたる。ベースとなっているのはハイゼットカーゴである。2012年4月に、スバルサンバーバンがハイゼットカーゴの OEM に切り替わったため、3兄弟車種となっている。取扱店に関しては、発売当初、基本的にカローラ店やネッツ店で販売されていた。2019年4月に東京都のトヨタ直系ディーラーの統合により発足したトヨタモビリティ東京でも取り扱われるようになり、2020年5月の東京都以外のすべての地域での全車種併売化に伴い、従来は一部地域に限られていたトヨタ店、トヨペット店の取扱地域が全国に拡大された。なお、新車の展示はそのうちでさらに選定されたピクシスステーションという一部の店舗でのみで2020年4月30日まで行われていた。キャッチコピーは販売開始当初、初代ピクシストラックと共通で働く私のピクシス版だったが、2017年11月のマイナーチェンジ以降は働き者のトヨタのKです。に改められた。ありがとうございます。